吉シヒサテ学は落語の名跡。旧字体は吉シヒサ楽。定語は吉シヒ桂、桂、ージュ東京庵、雷門など多岐にわたる。そのため、大数のカウントが全く一定しない。吉シヒサテ学は落語家、人情話、お年話を得意とした。客受けは今一つだったが楽屋での評価は高かったという。 文芸クラブに、大和時代の速記、折詰めが載っている。初代義久帝樹学は、落語家。初代三、笑い亭コーラの門でことぶきから、ことぶき楽となった。弟子に二代目を譲り自身は、両国で橋に沈めで寄せを開いた。これが、両国の寄せの元祖となっている。弟子には、義久帝、ことぶき明がいる。本名、曽田屋、久米次郎。 二代目義久邸ことイコ楽最初コーラの門で、関万といい、二代目三代目関三十郎の色声を使った。その後初代のことブキ楽の門に移り二代目を譲られる。とうと話し者指定系図にも、二代目として登場。四代目義久邸サ学は、落語家。本名、大杉精神。神奈川県横浜市出身。なお、 落語協会の資料では、台数は明記されていない。出林は、聞くことぶきの草ずり、ライオンズクラブ会員であった。これは、落語家として珍しい。地域でボランティア活動を日常的に行っていた。当院学園校中隊。ありがとうございます。